个伯父姐。はい、ラジオです。はい、ラジオです。はい、はい、皆さんこんばんは。もっとデイジチャーコロビーカフェのお時間でございます。はい、はい、転んでるよ、転んでるよ、転んでるよ。時刻は8時を回りました。8時です。皆さん起きてますか？8時はまだみんな起きてるんじゃない？そうだね。日曜の8時はさすがに。そうだね。うん。ディナー。食べてるのかな。そうですね、ディナー直後かもしれないですしね。ひな食べてるって聞こえた、うんうん、ひな型ディナーね、うん、ひな型明子、すいません、あ、すいません、本当にすいません、食人族っていうか私のせいです、いろんな意味にとれるな、うん、あらすいません、ですね、はい、ちょっと前回の放送で曲をかけられなかったので今かけたいんですけど、はい、前々回ぐらいの時にかけて、うん、なんか YouTube で音が入ってなかったんですね、はあ、でもう一回リベンジしたいなと、はい、でもう一回かけていいですかねって、こう1分ぐらいの曲、みんなに聞いてもらいたい曲があるということですね。そうですね、いいですよ、ワンチャイコネクションさんのワンチャイコネクションのねじれっていう曲です、ね、うん、ワンチャイコネクションっていうのはどこのバンドなんですか？沖縄のインディーのバンド。あ、県内で活躍、地下音楽シーンみたいな、県内で活躍してるアーティストなんですね。そうですね、ライブを何回か見て、まあ、かけるって言ったんでかけたんだけど、うん、YouTube で流れてなかったんで、はい、もう一回かけようかなっていう次第なんで、あ、機械の問題で ABD レコードっていうバー、うん、バーライブバー、うん、ライブバーでライブやってて、でそのイベント見に行ってて、でまあまあまあかっこいいなと思って、ああよかったと思ったんだ。そうですね、うん、でまあちなみになんですけど、5月5日の4時にABD レコードで第9なんとかっていうイベントで僕もライブしますんで、どうか見に行ってやってください。おお、5月5日のシーマス何時って申しました？4時、はい、場所はABD レコードで検索したら出てくると思います。うん、那覇市ですか？那覇市です、ね。あ、那覇市 ABD レコード、はい。ABD レコードで。はい。で、マスクマンがライブするそうですので、はいはい、5月5日ですか？はいはい。5月5日。子供の日。はい。はい。の日。5月5日か。子供が子供に。5月5日か。寂しい。その日ね、ちょうどね、なんやねん。5月5日か。はい、那覇市でライブをされるということなので、お時間ある方はぜひ ABD レコーズ那覇市にあるそうですので来てね、はい、来てね、遊びに行ってはいかがでしょうか、はい、まあ、その次はなんかスケジュール表とかまだできてないみたいでよく分かんないんですけど、で交番表みたいな、4時なんで見に行ってやってください、うん、オープニングアクトぐらいの感じですか？多分だ、信用がないなんですね、何するのか分かんないみたいなんで、やり取りがありましたね、僕ね、その時に、どんなことやるの、 DJ やるの、音源聞いたんだけど DJ やるの、ライブやるのみたいな感じでね、うん、やり取りがあってね、うん、なんか一時期やらないのかなみたいな感じの雰囲気になってきてね、うん、いやもう無理かなみたいな感じになって、でその前の時に職場の人で、うん、職場の人に話してて、うん、あ、いや、なんだ、嘘ついてる、嘘ついてるなって言うんだっけ、虚言癖になってしまうなと思ってて、うん、でやばいよって思ってて、で、うん、ミーティングしてて時にやり取りしてて、うん、まあ、ミーティング中にやり取りするなってないんでっていう話なんだけど、うん、で OK ですってなって、うん、で、あ、 OK もらいましたって話して何の話みたいな感じ、うん、その人の中で終わってたって話か。違う、僕がその会議で職場の人に行って何の話みたいなリアクションされて何の話ってリアクションっていうか、まあまあそうなんだみたいな感じだったけど、うん、なんでいきなりこの人っていうか、仕事中にそんなことすんなよって話だけどね、いきなり話を出したわけね、またいや最後帰る時にパッて言ったんだけど、うんうん、その時に仕事中にその会議中にその LINE やり取りするっていうのもどうだろうっていう話なんだけどね、うん、っていうことを思ったんだけどね、うんうん、そうだねすいません。で、まあ、で、その、細かいラインを送ってたもんだから、うん、ABD レコードの人に、細かいラインを送らないでって怒られて。まあ、マスクマン特有のね、
あの途切れ途切れで来るあの女子高生みたいなのがいいかな、ね、あの忙しいからそっちゅう やんないでって怒られてすいませんみたいな感じで、うん、それでもう送らない子かなと思って一切送ってないんで、うん、どうなってるか分かんないみたいな感じで、でもやることは決まってるんでしょ、一応決定になってる、よしよしよし、うん、で やります、はい、うんうん、まあ、頑張ります、はい、はい、でこれから流すワンチャイ何でしたっけ、ワンチャイコネクションの、ワンチャイコネクションのねじれですね、はあの当日5月5日も一緒にライブに出るんですか、あ分かんない、そこら辺は分かんない、あそれもちょっと分かんない、うん、そこ出演メンバーは誰かまだ分かんない、うん、僕がまだ調べてないっていうのもあるかもしれないけど、うん、ABG レコードのホームページとか行ったらなんか詳しいこと載ってるかもしれないですね、あだそうです、もうあと1週間だ、はい、ただそ僕がまだ見てないっていうのがあるんだけど、うん、でも4時っていうのは確定ですね、あマスクマンの出番がね、開演がってことですかね、開演かもね多分ね、うん、なんか DJ なのみたいな感じだったから、音源があのインストルメンターだから DJ やるのみたいな感じで質問されて、うんうん、どんなことすんのみたいな感じだったからね、うん、なんか信用がなかったんじゃないですか、その何この人みたいな感じだったんじゃないですか、実際はどういう感じでやるんですか、だから音源を、うん、サンプラーに入れて、で、うん、エフェクターでつまみでいじって、うん、で時折詩を朗読しようかなと、でその説明したらいいですよみたいなの来たから、うん、じゃあよかったみたいな、そんな感じです、うん、まあ以上よろしくお願いします、じゃあワンチャイコネクションで、ワンチャイコネクションのねじれです、はい、ワンチャイコネクションのねじれでした、うん、バタバタ
うん、でそのイエティがこう悲しそう、寂しいよって顔で見てるんだよね。それがもう最高でね、俺は大爆笑したんだけどね。ムーいいこと、いい仕事するなって感じなんだけどね。でその感じでもう今までこの暖炉を眺めてた、この暖炉をしている家族たちを眺めてたのを、ちょっと窓をこち開けて入っていいですかみたいなことをしだそうという感じなんですね。ああ今そのマスクマンがそういう状況だよって、ね、そうドアをノックしてるっていう、入れてくれよって、仲間に入れてくれよって、今まではこう引きこもってっていうか自分の中だけでっていうか、まあ、それはそれで全然楽しかったんだけど、まあ、ちょっと人と出てみようかなみたいな、ちょっと他人と交流してみようかなという感じですね。まあ他人というか外の社会、外の社会っていうか、なんていうの、一般社会っていうの、なんか一般社会って言い方も変だけど、うん、まあそういうのとかか、まあ持ってたけど、今までクラブシーンとかで、ね、持ってたけど、まあまあ、もっといろいろやってみようかなと、いろんなところに出てみようかなと。で、うん、まあ、なんていうか、まあ、まあ、リアクションがいいんで、やっていこうかなっていう感じなんです。頑張ります。頑張ってください。はい。うん。以上でした。いいね、その勇気は100点です。うん、今ね、はい、ABD レコーズの、ホームページですか、を音楽聴いてる間、うん、ワンチャイさんの音楽聴いてる間見てたんですけど、うん、5月5日、うん、何のマスクマンの名前載ってますね。あ、載ってる、載ってます、はい、なんて載ってるの、うん、AFX って載ってます。あ、はい、いつものやつで、社の名前はね、言えないね、はい、今はね載ってんだよ、よかった、はい、ああ安心した。16時から17時という感じで、え、1時間30分で聞いてたけど、いや多分16時からっていうだけのあれで、まだなんか、うん、あの募集してますっていう感じです。あの演奏される方、他になんか新アラグスクペペか新庄ペペか分からんけど、うん、っていう人たちもいるの、うん、っていう方が、うん、なんか上海ソリッドのドラマー、あの人たちのライブ面白いよ、スーパードラマーがめっちゃかっこいいよ、弾き語りで登場しますとのことです。はい、あの最近見たライブの中で一番グルーブがあった、うん、上海ソリッドさんですか、うん、一番グルーブが、2番目がこのマンチャイだった、うん、かっこよかった、うん、うん、そうですね、どうもすいません、もう本当に2番目がこのとのことで、ね、2番目って言っちゃったマンチャイさんが聞かないと願うわ。いやマンチャイさんもかっこいいよ、かっこいいよ、いいよいいよ、順位してるのよくないねみたいな、それとは群を抜いてよかった、あの上海ソリッド本当にかっこ、あ、もう群を抜いてグルーブがめっちゃあったっていう、マンチャイもめっちゃグルーブあるんだけど、ちょっと上だったかなって言ったから、ね、いや本当に上から目線で申し訳ないんだけど、すいません、本当ごめんなさい、あのマンチャイさんごめんなさい、あの全沖縄のバンドの皆さんすいません。もう叩かれてしまえばいいんだよ。インスタでインスタが火の車になってしまえばいいんだよ。ワンちゃんもかっこいいよ、あのめっちゃすごいグループあって、はい、すごいいいよ。イベント名は第9地区だそうです、うん、第9地区、ただ、ね、上海ソリッド本当にめっちゃかっすごいグルーブがあって、うん、そうなんだね、めっちゃうまかった、うん、演奏が、うん、じゃあその方の、なんかソロの演奏が見られるそうなんで、そうなんだ、はい、うん、バンドが本当ドラムもベースもギターもめっちゃうまくて、ボーカルもなんかすごくて、うん、すげえなーって俺大爆踊りしてたんだよねその時ね、うんうん、ちなみに、先ほどねスケジュール話してましたけど、5月5日の日曜日オープンが15時、うん、クローズが24時で、入場無料だそうです。入場無料、はい、ソフトドリンクが500円でおかわり自由。おお、すごいね、ありがとうございます。アルコール類がオール500円とのことで、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、お時間がある方はぜひあのマスクマンのね、マスクマンに会いに行って、ライブもそうですけれども、うん、先ほどちょっと話に出ました上海ソリッドの弾き語りもあるそうなので、うん、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか、はい、ということで、はい、いいね、告知でした。はい、はいはい、どうも、はい、なんかピーンと音してるの何なのかな。なんか音鳴ってますね、ジジジジジって、これは流れてるのか分かんないですけど、うん、まあ、まあ、そんな感じ。マスクマンは何曲ぐらいちなみに
演奏する予定なんですか。こんにちは、出先、キムタクさんから、はい、こんにちは、出先につき後から YouTube で見ます、マスクマン頑張れ、頑張ります、ライブ頑張れってことですね。頑張ります、はい、本当に十何年無事だね、ライブやるの。最後にやったのが桜坂セントラルでやったのだね、だからね、マスクマンもう何年も前から言ってるけど、とっとと有名になれって言ってんだよ私は。ねえ、そしたらマスクマンからもらったあれやこれやどれやそれやを、十何年も暇がなくてぐずぐずしてましたからね。まあね、でもね、頑張ってね。いやもうずっと作り続けてはいたんですけどね、頑張れ。最近テンション高くて週に5曲とか作っててね、すごいね。今までは週に 3,4 曲だったんだけど、1曲増えただけなんだけどね。いやでもすごいね、なんか妄想というののアイデアはいくらでも湧いてくるんで、まあ、なんか偉そうでごめんなさい、もうどうもすいませんということで、マスクマンの曲をかけていいですか。はい、どうぞ、はい、その演奏する、ライブに出るマスクマンの曲を、何年か前に作ったんですけど、その CDR を見て、この頃元カノと別れる寸前の話で、非常に地上のもつれの状態だったらしくて、その元カノの名前に元カノは友達っていうタイトルで元カノは友達っていうタイトル、ひどいなひどいなっていう、ひどい、この支援がいっぱい入ってるな、このタイトルはっていうタイトルの曲なんですけどね。じゃあその裏話を聞いたところで聞いてみましょう、それを踏まえて。元カレは友達。
吐き出る。はい、マスクマンで何かの騒ぎでした。あれ？あれ？元カノの元カノは友達じゃなかったんでしたっけ？そうですね。ひどいね。変わるんだ。終わったら。まあそんな感じで頑張ります。多分これはライブで書けないと思うけど。ああでもこんな感じで自分が作った曲をライブでは披露するわけですね。で詩もね朗読しようかなと思ってますね。それも自作の。そうだね自作だね。じゃあマスクマンちょっと詩朗読するんだったら、はい、あの聞こえやすいようにゆっくりじゃないくて聞こえやすいようにやるこれはやらねえないややりますよ人前で、ね、人前でやるわけだから、うんうん、お願いねちゃんとなんていうか、まあ、ある程度はお前カード上げさすなよ怖いよ怖いよ抑揚とかな抑揚とかな怖いよ怖いよ夜とか天とかで一回止まるとかな、うん聞いてる人たちの目がな、うん、ポカーンってなってないようにな、うん、それはあのライブは僕はあのめっちゃ盛り上がってる人とポカーンとなってる人の大体そのパターンなんで僕のライブで文章読んでる時にさマスクマンの詩好きなんだよ私は結構好きなんだよ本当にだからちゃんと聞いてもらいたいから聞こえやすいように喋ってなっていうことああなるほどね、うん、せっかくいい詩なのにその聞き取りにくい感じだともったいないと、うんうん、不器用ですから、うん、時代はパーセント、うん、拾わんけどそんな感じでもう僕出し切っちゃった出し切っちゃった、ね、よかったですよかったですよかった昭和で気になってしまいましたそれはよくわかんないキムタクさんとかも来てくれたらいいねありがたいことで、ね、来てくれたらいいっすね、うん、お願いしますよろしくお願いしますね、まあ、それこそその5月5日のライブ終わっ、うん、えライブ終わった次の週いつも収録じゃん多分、うん、その日収録どうするのかなこれそうそう月曜日レジチャーコロビーカフェいや収録するんじゃないのゴールデンウィークですけどやってるんですかねFM ギノワンさんがあその辺ちょっと後で聞いてみないと分かんないです ね, そうそうねもしね収録してるんだったらその 生というかね鮮度の高い状態で、うん、前日のね前日のライブどんなやらかしをしたのかしたのか、はい、マスクマンがあの落ち込んで出演するのかテンション高めで出演するのかが楽しみなところなんですけどね。高めはないと思うよ。どっちにしても嫌な気持ちになると思う。嫌な気持ち、うん、人前で何かするのって本当に嫌だからね、個人的には。でも多分こういう機会増えると思うよ。昨日行ったところでもなんか、まあなんかさ、まあまあいいや、こう詳しく言うのやめよう。うん、なんかあの、言いかけてやめるの。もしかしたら、まあ、なんか、あの今回のやつが良かったら次にお呼びかかってみたいなそういう呪術つなぎで定期的にやる機会が増えるかもね、うん、かもね、うん、鳥山明先生の漫画が読めるのは週刊ジャンプだけだったけどもう読めないねまあまあ、わわ言うとりますけどなんかわわ言うとりますけどもねまあ、ね、まあまあ分かんないけどまあ一応、ね、外に出だしてるんで、うん、その機会はなんか増えてくるんじゃないかなと思います。マスクマンがさなぎからなんかのさなぎからうかこううか羽を出して、うん、巨神兵みたいになんか汚い液体をボロボロ出しながらいいや、いいやなんかもう巨神兵を想像したよ液体を怖い。さなぎ豆知識でさなぎ芋虫さなぎになってる時にドロドロになってるみたいね体がさなぎの中で液体になってるみたいで不思議だね液体になってからさなぎの中で固まって腸になるみたいだねそうなの不思議だねどういう器官体の脳みそとか臓器とかどうなってるのかねドロドロになった時にね謎だよ ね、うんまあ、生命の神秘ですよ ね、 どういう世界なんだと思うねああいうのね、まあ、でも言ったらじゃあ今マスクマンはドロドロの状態といらずまでさなぎまでドロドロの状態でここからどんな羽が生えてくるのか、うん、あるいは生えてこないのか、はい、そういうのが今後のマスクマンの動向で
明らかになっていくと、いいじゃん。マスクマンのこの先がめっちゃ楽しみだね。路上で路上の石っていうことで、まあでも生活自体は基本的に変わらないと思うよ。仕事して絵描いて曲作ってっていうのはそれは変わらないと思いますよ。わわ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 わ